それではの時間になりましたので、お二人の先生から今の映画について、の関連のお話を伺いたいと思います。今日のゲストはお二人です。一人は米川雅子さんです。立教大学で教えておられます。米川さんは南アフリカケープタウン大学での大学院で修士号を取られて、その後 UNHCR の活動等々で、さっき映画の舞台になりましたルワンダ、ケニア、コンゴ民主共和国、等々で、ご活活動をされたご経験がおありです。続いて、東京大学の公共政策大学院特任助教の花井和代さんです。花井さんは高校の先生を経て、今ちょっとお話を伺ったんですけど、日本の消費者ちょっとよくわかるんですけど、その日本の消費者の活動と、アフリカのさっき出たような問題の、関連を研究されておられるそうです。どういうことですかっていうお聞きしましたら、それをこれから話しますってことだったんで、これからお聞きしたいと思います。それではお二人から、ちょっとあまり時間がなくて申し訳ないんですけども、まあ、10分少々というところで、じゃあ最初はですかね、じゃあ米川さんからよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました米川と申します。よろしくお願いいたします。本日は お越しいただきましてありがとうございます。また本日は貴重な機会を、提供してくださった日本記者クラブの皆様にも、お礼を申し上げたいと思います。まず簡単に自己紹介いたしますと、私は以前なぜか消えてしまった、このコンゴですとか、コンゴの周辺国で UNHCR の職員として働いた経験があり、でこの赤丸で囲んでいるこのゴマというところで、UNHCR の所長として、勤務しておりました。でその際にですね、その紛争、まあ、現場でその紛争を直面し、でその頃からこの紛争って何だろうということで、ずっと今まで、まあ、現在に至ってずっと研究をしております。でその過程でこの 性暴力ですとか、まあ、紛争鉱山、鉱物資源について研究し、そしてムクウェゲさんの演説も何回か聞くことになったんですけども、でその時にこの 性暴力と鉱物資源というのが実は関係しているということ、そしてそれと我々の日常生活とが関係しているということを知ったわけですね。でこれが実は一般的に知られてないということが分かって、でそれをなんとかどういうふうに啓蒙するというか、皆さんに伝えることができるんだろうかとずっと考えていたんですけども、去年の9月にこの映画が、まあ、ヨーロッパなどで封切られまして、でその時にこれをなんとか日本でも上映できないかというふうに、考えました。でこの映画を使ってこの、まあ、紛争鉱物、性暴力、そして我々の日常生活、グローバル経済について考えるきっかけを作りたいというふうに考えておりました。実は私はこの性暴力と紛争に関する映画を何回か見てきたわけですけども、この映画はですね、その紛争鉱物と、まあ、性暴力をの関係性を初めて伝えている、描いている作品であり、そしてこのムクウェゲさんという方はこの性暴力の、サバイバーを初めて治療した、現地で治療した方であり、そしてこの性暴力とこの紛争鉱物の関係性について国際社会で声高に非難した最初の人であるんですね。でそういった意味もあって、彼の実績活動ももう少し日本で知らせることができるんじゃないかなと思ってこの映画の上映について計画いたしました。でこれからちょっと今後東部について説明いたしますと、これはもう皆さんの配布資料の中に入っておりますけれども、まあ、この数年、まあ、コンゴ東部というのはこのレイプ、世界のレイプの中心地であったり、女性や母親にとっての世界最悪の地として呼ばれてきておりました。
そしてこのコンゴ東部における性暴力の目的は何なのかということですけれども、これはムクウェゲさんが映画でも話してましたけれども、これは決して性的欲求で起きているものではなくて、他にも実はたくさんの目的があると。で、まあ、戦争の、武器として使われているということが言われております。でまずその目的の一つとして言われているのが、その、まあ、コミュニティに、まあ、恐怖心を植え付ける、そして恥をかかせる。でその被害者やその被害者の家族だけでなく、そのコミュニティ全体を弱体化するということが目的として挙げられるんですね。でなぜその恐怖心を植え付けるとか、コミュニティを弱体化する必要があるのかと言いますと、それはその特に男性、まあ、特に現地の男性たちをですね、まあ、奴隷のように使って、で鉱山におけるその強制労働をとして使うということ、まあ、これは、映画でも、何回かシーンとして出てきましたけども、それ以外にですね、その性的暴力を使って、まあ、強制移動をすると。でこのコンゴ東部というのは実は人口密度がかなり高くてですね、まあ、ルワンダやブルンジからの移民や難民もたくさんいるところなんですけども、そういった住民が実は、まあ、天然資源が豊富なところに、まあ、たまたま住んでいるということもありまして、でこの地域を支配したい側、まあ、その政府側ですとか反政府勢力にとって、この住民の存在というのが邪魔になるんですね、まあ、邪魔だからこそ強制的に国内外に移すという意味で、この性暴力という手段を使って、まあ、移動させる。そして、まあ、人口密度が多いからこそなんとかそれを減少する。そのためにその女性の性器をこう傷つけてですね、で子供を産まなくするようにすると、そういうこと、そういう手段で性暴力は使われております。でこの天然資源と性暴力の関係というのはですね、実は国連の報告書にも書かれておりまして、まあ、去年、公表された報告書でも、まあ、天然資源と、まあ、その鉱山を支配する武装グループ、あるいはその政府軍の競争というのが増加している文民の移動、そして性的虐待と関係しているというふうに書かれております。でこれはムクウェゲさんたちの、まあ、論文にも書かれているんですけども、その鉱物が豊富な地域には実は性暴力がかなり多く発生しているというふうに明記されております。ただこの調査というのはですね、その南キブ、まあ、その南キブ州の、まあ、通過所における調査で分かったことであり、こういった調査はもう少し、深めないといけないということがこの論文には書かれております。さてなぜムクウェゲさんが、まあ、暗殺未遂に遭ったのか、そしてムクウェゲさんが国連で演説した際に、まあ、コンゴ民主共和国の政府の役人がいなかったわけですけれども、それはなぜなのかについてちょっと説明したいと思います。でこの映画には実は描かれて いなかったんですけれども、彼はその暗殺未遂に遭うまでかなり強い口調でその加害者、まあ、ルワンダ軍ですとか、まあ、コンゴ政府軍とか反政府勢力についてを、まあ、批判していたんですね。で例えば彼が使っていた言葉というのが、その性的テロ、もう性暴力はあまりにも弱すぎると、でこれは性的テロだというふうに呼んでおりましたし、また彼は国家の分裂計画に反対というふうに呼んでいたんですね。でこれは何を意味するかということで、ことを説明いたしますと、まず96年その第一次コンゴ戦争というのがありましたけれども、その直前にレメラ合意というのが、サインされました。でこれは、まあ、コンゴとルワンダとウガンダの、まあ、リーダーたちが合意したものですけれども、これは実は秘密合意なので一般的に知られてないんですね。でこれはムクウェゲさんたちが働いていたレメラ病院の近くで、サインされたということでレメラ合意と呼ばれているんですけれども、その内容はですね、実はそのルワンダはコンゴ東部を併合するということが書かれています。でそのために、まあ、ルワンダ軍ですとか、そのルワンダ政府がの 代理である武装勢力がずっとコンゴ東部を、まあ、侵攻し侵略しております。でそれは今でも続いているんですね。
で、この過程で、まあ、米軍も実は支援していたんですけども、でなぜ、まあ、ルワンダがそのコンゴ東部を併合したいかというあの言いますと、ルワンダというのはかなり人口密度が高いところで、高いところで、だからこそ土地が欲しいんですね。それで、まあ、コンゴ東部というのは、まあ、資源も豊富ですし、まあ、農業にも大変適しているということで、ここをずっと狙っていたというふうに言われております。でこの数年ずっとその紛争鉱物に関する規制が、まあ、国際社会で作られてきましたけども、残念ながら現状は全然変わってないんですね。でこれも国連が去年出したレポートによりますと、その武装グループと、まあ、その政府軍の交換がまだまだその資源の、まあ、搾取をし続けているというふうに書かれております。で映画の中でですね、その神父さんが言ってたことが、その98年に起きたのがこれホロコースだというふうに、まあ、追悼の墓がありました。でそこで、まあ、神父さんが言ってたことが、そのホロコーストを実行した兵士というのがその処罰されることがないと、で反対にもう昇進していると、そして、まあ、法なしでは映画は平和は得られないというふうにおっしゃってました。で実はですね、まあ、国際社会においてそのホロコーストは認識していないんですね。ただこのコンゴ東部においてはジノサイドは起きたというふうに、ジノサイドの可能性があるというふうに、レポートに書かれております。これも皆さんに配布資料に書かれているんですけども、でもう98年と2010年の両方のレポートにジノサイドの罪が犯した可能性があるというふうに、明記されたにもかかわらず、実は、まあ、国連の安保理はですね、これを無視してもう何もなかったかのように、議論することはないんですね。で今はじゃあ 現在はどういうことが起きているのかということですけれども、南キブ州というよりも今実はその北にある北キブ州で大量殺戮がまだまだ続いております。でこのベニーというところですね、実はもうこの1年半にかけてずっと殺戮が続いておりまして、で実はまあソーシャルメディアですとか、まあ、現地のジャーナリストですとかが、まあ、こういうふうにですね、私はベニーだというそういうキャンペーンをずっと続けておりますし、でムクウェゲさんもこのベニーにおける殺戮に対して表明を出しております。しかし、でこの現地にはですね、その世界最大級の PKO も派遣されておりますけれども、特に介入することは、ありません。でこの映画では、この PKO がですね、そのムクウェゲさんをずっと保護して、すごくかっこよく描かれているんですけれども、一般市民に対して、じゃあ保護しているのかというと、かなり疑問が抱かれております。でこういうふうにですね、そのアフリカにおける 人権侵害について、まあ、国際社会があまりにも黙認 しているのではないかと、でこの黙認するということはこれは共犯することではないかというそういう意見も、あります。でこれは、まあコンゴというよりもブルンジにおける人権侵害に関してに関する記事なんですけれども、でこれは、まあ、ブルンジだけでなくルワンダも今後も、全て、呼べることだと思うんですね。で今、まあ、日本でアフリカというとどうしても投資ですとか、まあ、ビジネスですとか、まあ、ODA とかそういった観点で、見がちですけれども、こういう人権侵害となるとかなり、我々はその黙認してしまうということなので、もう少しこういった人権侵害に注目すべきかなというふうに考えております。で最後になりますけれども、私はこの5、6年ぐらいですね、いろんなメディアの方にですね、このムクウェゲさんの活動ですとか、こう性暴力に関してもう少し取り上げてほしいというふうに訴え続けてきました。しかしですね、それに答えてくれた記者ももちろんいるんですけども、ほとんどの方がですね、やはりそのノーベル平和賞を取らないと我々は動かないと、そういうふうな反応が多かったんですね。でもちろんノーベル平和賞を取ったからってすぐに反応するというよりも、やっぱりその前からもう少しもっとこう
積極的に反応し、でこれがどれだけ日本の生活と関わっているのかについてもう少し、関心を持っていただければと思います。でこの映画がそういう意味で皆さんに関心をこのテーマについてですね、まあ、少しでも関心を高めたらいいかなというふうに思いました。どうもご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは今のお話の最後の方にありましたけど、その我々日本との関わりということで、花井さんにお話を伺おうと思いますが、よろしくお願いします。すいません違うものを開いて申し訳ありません。あさって学会でですね、ちょっと発表させていただく予定になってまして、そちらをちょっと開いてしまいました。失礼しました。はい、こちらですね、東京大学公共政策大学院で特任助教をしております花井和代と申します。私はですね、今後の紛争資源問題と日本の消費者市民社会のつながりというのをテーマに研究をしていまして、一昨年ですね博士論文をそれで書いて、来年の2月にちょっとそれを出版させていただく予定になっておりまして、紛争資源問題が専門なものですから、その話をさせていただこうと思っています。米川先生は現地でも活動されていた方なんですが、残念ながら私は現地には行ったことは入ったことはなくですね、現地から上がってくるレポートなんかをメタで分析させていただいています。今日はちょっとドライに、なので米川先生の心のこもった話に比べるとドライな解説になります。4つお話をしたいと思ってまして、まずは紛争鉱物の利用の実態、それから、現在アメリカや EU 日本で行われている紛争鉱物調達調査の、状況ですね、それからそれによって今後の東部がどのぐらい変わったのかということと、最後にですね、メディアの皆さんに質問してみたいなと前から思っていたことがあるので、それをちょっとお聞きしたいなと思っております。まず紛争鉱物の利用の実態についてなんですけれども、ちょっと今出るとすいません。はい、こちらがですね、今後の、まあ、よく見たことがあると思いますが、今後の鉱物の分布でして、まあ、非常に今後の鉱物というのは豊富なんですけれども、その中でもですね、今後東部というのは今お話があったように、この網掛けの地域ですので、紛争が起きている地域で問題になっている鉱物というのは4種類です。タンタル、ティンはスズですね、それからタングステン、ゴールドの4つでして 3TG と呼ばれています。コンゴっていうと皆さんコバルトとか銅を思い浮かべると思うんですけれども、それはもっと南の方とかで取れていますので、このコンゴ東部の紛争鉱物は 3TG というものになっています。でこちらがですね、オックスファムがまとめてくれた、コンゴ東部の紛争勢力の分布図なんですけれども、紛争主体というのがもう40以上いまして、このようにですね、もうバラバラの地域でそれぞれに活動しています。皆さん武装勢力の闘争とかっていうと、政府があって政府に対して1つか2つの武装勢力が対抗しているという構造を思い浮かべると思うんですが、それは第一次コンゴ紛争や第二次コンゴ紛争の時はそうだったんですけれども、2003年以降はもう全然違っていて、それぞれの武装勢力がそれぞれの地域でマフィアのように活動していて、今のところですね、コンゴ政府を倒してやるというふうに宣言して、コンゴ政府にチャレンジしているような武装勢力っていうのは公式にはありません。みんなそれぞれ自分の地域を支配して、その地域で好き勝手をやっているというような状態になっています。でこういう状態の中で、じゃあ武装勢力の資金調達というのにこの紛争資源が使われているわけですけれども、ただ強調しておきたいのは、鉱物っていうのは唯一の収入源ではないということですね。これは国連のレポートなどでも明確に書かれていますけれども、主に4つの収入源があるというふうに言われています。まあ、まず鉱物採掘取引というのは、紛争が起きてしまったことによって、コンゴ東部はもともとはこの地域に企業がいて、きちんと、まあ、きちんとという言い方にもいろいろ幅がありますけれども、企業が創業していたところが、紛争によって企業が撤退してしまったわけです。で、そうしますと、そこにですね、鉱夫たちとかが勝手に入り込んできて、手掘りで、小規模に手掘りで鉱物を取るというような、
手彫り港というのが始まりました。こういうのは武装勢力によって最も支配されやすい形なんですね。なので武装勢力が入ってきて鉱山を支配して、まあ、自分たちで採掘することもありますが、地域の住民に採掘をさせておいて、その採掘取引輸送に課税する、税を課すという形で収入を得るというふうに収入源として使われています。そしてこれだけではなく、他にその地域全体を支配することで課税ですね、まるで政府かのように人に対して、家に対して、乗り物に対して、いろんなものに税を課すというようなこともやっています。また銀行や企業や、あるいは今後国軍ですねの武器庫を襲撃したりとかして、そこから略奪するというようなこともやっています。またFDLR というルワンダ系の武装勢力の場合ですと、ルワンダ本国の支援者ですとか、あるいは欧米にもディアスポラと言われる欧米にいるルワンダ人たちというのから資金が送られていますので、そういうのも資金源になっています。つまり4つのうちの今後の紛争資源問題は非常に重要なんですけれども、これだけをターゲットしたら問題が解決するというほど簡単ではないということです。ただどこからアプローチするかといったときに、最も外からのアプローチがかけやすいのがここだろうということです。また住民の被害と性暴力という面で言いますと、おそらくこの映画の中ではですね、性暴力というのが紛争による性暴力なのか、個人による性暴力なのかが区別されないで、被害者の側から見てますので、区別されずに描かれていたと思うんですけれども、それの関係というのは非常に近いのではないかというふうに私は思っています。まあ、一つは紛争手段として、大量に3日間で100人規模、もうそのベニーなんかでもありましたけれども、沿道沿いの村を次々と襲撃していくというような形の性暴力も確かに行われています。これは米川先生がお話しされたように、恐怖による服従ですとかコミュニティの破壊を目的として戦略として最初から行われているものです。でももう一つはやはり個人規模で行われている性暴力というのもありまして、でもこれも紛争と無関係というは言えないというふうに私は思っています。それは紛争が状況に置かれることによって治安が悪化するですとか、あるいは司法が働かなくなることによって、性暴力のような犯罪が行われてもそれに対する取り締まりが行われない、そういう中で性暴力が増加してしまっているという側面もあるというふうに思っています。でただですね、ちょっとここは私は米川先生ほどは悲観的ではなく、少し国際社会がやっていることにも効果は多少あるのではないかというふうに思っています。紛争鉱物調達調査というのが2010年以降非常に盛んに行われています。まあ、最初は2010年に OECD で、そして同じく2010年の7月にアメリカのドットフランク法、アメリカ金融改革法の1502条というのでですね、先ほど言いました 3TG を使用する上場企業に関しては、その報告と情報開示、自分たちが使っている鉱物は今後の紛争に関わったものではないということをちゃんと調査しているかどうかを開示しなさいというような法律が作られました。これはですね、EU でもすでに法律にされています。で、これまだ日本では法整備されていないんですけれども、しかし日本でもですね、当然日本の企業も欧米の企業と取引をしたければ、自社が今後の紛争に関わっていないかどうかの調査をしなければいけませんので、今日本の企業もですね、この調査に取り組むためにものすごい大々的な調査をもうこの4年間すごくやっています。私がちょっとバーッと調べた限りでも、電子機器産業や自動車産業、化学工業などはですね、200社以上の企業が自分たちが今調査をしているっていう調査状況を公表していまして、かなり大きな取り組みになっています。ただですね、アメリカの場合は NGO や市民社会が企業にやれやれというふうにアピールしてるんですけど、日本の場合は企業がこんなに一生懸命やってるのに消費者はほとんど知らないっていうような状態になっていまして、そこにちょっとした乖離があるなと思っています。で実際にですね、こういうふうに鉱物調達調査が始まったことによって、今後東部は変わったのかということですが、私は変わったと思っています。解決したとは思っていませんが、変わったとは思っています。それは、2013年の末に、今後の国軍と国連による武装勢力の掃討作戦というのが大々的に展開されました。この時期、タイミング的にですね、やはり紛争資源の問題というのに国際社会がある程度、センシティブになったことが後押ししたのではないかと思っています。これで主要勢力、先ほど挙げた主要勢力の中のいくつかはもう自分たちは武装解除するというふうに宣言を出しています。
原産地認証制度というのがですね、アフリカ大国地域諸国会議の支援で発足してまして、欧米の企業もですね、今は積極的な購入、つまり紛争鉱物ではなく合法的なコンゴの産物である場合には積極的に購入しましょうという方向に今はかなり動いていたり、あるいは企業が鉱山を創業する場合にその利益のですね、4% は社会インフラの整備に当てましょうなんていうことをやっていて、かなりですね、欧米企業は今後の状況を良くするための取り組みというのを始めていると思います。まあ、その成果として、2016年2月の国連の報告や、あるいはイナフプロジェクトなどの NGO の報告ですと、3TG の鉱山のうち7割がコンフリクトフリーになったという報告が出ています。ただ、残念ながら金鉱山は未解決でして、イトゥリですとか北部の方ですね、北の方なんかは金鉱山が多いものですから、金鉱山に関しては未だに武装勢力がいて、あるいは南の方でも武装勢力の残党が暴力をし続けていたりですとか、あるいは政府の統治能力は上がっていないということもありますし、また大きな問題なのはアメリカで企業がですね、この法律を違法だとする裁判を起こしてしまいまして、一審で企業側が勝利するという状況になっていますので、まだ全然予断は許さない状況にあって、解決したとはとても言えないというふうになっていると思います。はい、で最後にメディアの皆様に質問したいと思っていたのは、その先ほどもお話にありましたが、なぜ日本のマスメディアはあまり報道しないのかというところですね。さあ、このドットフランク法1502条や規制について正面切って報道しているのは、おそらく日本経済新聞だけなのではないかなと。ちょっと私も東大の中で検索できるレベルではいろいろ探したんですけれども、あとはですね、ムクウェゲさんのことに関しては朝日新聞で去年大きく取り上げてくれたりしているんですけれども、この紛争鉱物取引規制について日本の企業はこんなにもう頑張ってやっていて、結構なんか企業は100人規模とかの大きな集会とかもやってたりするのに、マスメディアではその取り上げられないのはなぜなのかなというのをこう前から疑問だったので、今日はちょっと報道関係の方が多いと聞いているのでお聞きできればと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。最後のなぜ日本のマスコミは冷たいんだろうというお話がありましたが、どなたかお答えできる方がいれば、じゃあ矢高さんお願いします。もしかしたら私はそれなりにやってきたっていうそれだけの話になっちゃうかもしれないんですが、共同通信の矢高です。論説委員です。1993年から3年間、南アフリカに駐在しておりまして、南アフリカの民主選挙ですね、それから同じ94年同じ年にあった、ルワンダの大虐殺、虐殺が終わって4、5週間で現地に入りまして、ホテル、いわゆるホテルルワンダ、ミルコリンズホテルに泊まったりですね、教会の、聖堂かどうかは分かりませんけど、付属の建物の中に、人骨があるというような取材もしております。確かにアフリカにいる人間がですね、例えば共同通信の場合70人ぐらい海外に出してます。大きな在京マスコミ30人40人規模でですね、昔でいう特派員を出している人の中でですね、共同も現在は1人、ナイロビですね、それから今ヨハネスブルクに、朝日読売毎日 NHK と、いわゆるサブサハラ、いわゆるブラックアフリカにいる、人間の数が現実として少ないと、アジア重視というような声がある中でそちらの方にその目が向いていないというようなことはあるかもしれません。私も今私が知る限りではですね、各社の論説委員の中でですね、アフリカに、サブサハラアフリカに、2年3年というスパンでですね、駐在していた論説委員というのも、私以外にあんまりいないんじゃないかと、いたらごめんなさい、いないということでですね、どうしてもアフリカのことについて報道する、ところが今減っているというようなことを、とりあえずお伝えして、おきたいと思います。今日
例えばあの1976年の、ソビエト崩壊からちょうど40年だ、そうですけども、まあそのまあ、いろんな、ことで、スーダン、などですね、それからルワンダの、ことなどできるだけ、書いておりますが、まだ そこまで、まあ行っていないというような状況があってですね、まあ、今日伺った中でちょっと例えば起きていることがですね、イスラム国で起きていることとちょっと似てるんじゃないかというような感じをですね、私は、得たんですけども、やはりなんて言うんでしょう、アフリカの起きていることについて同じようなことが起きても関心が向かないというようなことも現実にはあります。それからあとですね、やはりまあ、緊急性というようなことがありまして、日本から遠いからというようなこともあるんですが、あるのかもしれませんが、例えば私が今かつて、まあ、これだけにしますけど、いた南アフリカ、今ズマ政権で相当ひどいことになっているというふうに言うんですが、そのやはりですね、アフリカの他の地域に比べれば、いや、まあ、はるかにいいというようなことがあるかもしれないんで、まあ、そういうことで、緊急性のあり方によってですね、やはりアフリカがアフリカだけに大きな関心が向くというようなことがないのかもしれません。まあ、いずれにせよまとめとして申し上げたいのは、今日大変に刺激を受けましたので、私もまたもっと一生懸命頑張ってですね、アフリカのことを論説で取り上げていきたいと、これからもこういう、まあえて言いますが、啓蒙活動を続けていただけると大変ありがたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、共同通信は頑張るそうなんで期待してます。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。国連広報センターの根本です。今日は素晴らしい作品、それから素晴らしい解説ありがとうございます。紛争下における女性に対する暴力は年々まあ、国際社会でもその注目というものはだんだん集めるようになって、で、あさって6月19日は、まあ、初めての、国連が定めたその、紛争下における女性に対する暴力廃絶のための国際デーの記念の日になります。で、日本はですね、安保理の非常任理事国 で7月には議長国になって、公開討論のテーマがアフリカにおける平和構築、そしてTICATを今年は開くと。で、女性ということでは安倍政権の一丁目一番地の課題でもあるわけですね。この今後における女性に対する暴力の問題に対して、日本政府はどのような姿勢、どのような発言というものをしてきたんでしょうか。米川さんですかね。はい、ありがとうございます。私が知る限り、多分今後における一般的なことはもちろん日本政府としていろいろ発言はしていると思いますけれども、特にその1325、号に関する決議ですとか、それに関しては、発言しておりますけれども、私が知る限り今後にフォーカスした発言は多分していないんじゃないかなというふうに思っております。で、もししていたとしても、その女性の、まあ、促進ですとか、そのエンコラジメントとか、そういうことは多分お話ししていると思いますけども、その性暴力にフォーカスしたものは、私が間違ってなければですけども、多分発言はしておられないというふうに思ってます。でも、そもそも外務省の方にお話ししても、そのムクウェゲさんのことを知らないという方もかなり多いんですよね。だから、やっぱりそこから、やっぱり啓蒙って言ったらちょっと失礼ですけども、そこからやっぱり説明しないとわからないという方もいらっしゃるというのが多分現状だと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。お話どうもありがとうございました。水口と申します。私自身はシュプリンガーというドイツの本屋さんの書籍シリーズのシリーズエディターなので、日本のメディアのことはそんなに分かんないんですけれども、まあ、尊敬する朝日の編集員によりますと、日本の記事の9割は権力が伝えたいことが書いてあると。で、残りの1割が記者が本当に書きたいことで書いて、
でできているということなので、まあ、そこからなぜ記事にならないのかということが推測できると思います。で、2つ質問なんですけれども、1つはコルトンというのは、コルタンというんですか、タンタルン、同じです、はい、はこれ何に使われるのかというのが1つと、それから2つ目は日本の企業が今熱心に調査しているということですけれども、どこの会社に聞けばそういう話をしてくれるのか、で次、まあ、そういう集会とか調査のタイミングがあれば教えてください。 ありがとうございます。コルタンとタンタルはその物質 その生成段階での名前の変化でして、まあ、コルタンというもの自体がコロンバイトタンタルというものからできているので、まあ、同じですと思っていただいて構わないと思います。用途についてですけれども、主にですね、コンデンサーに使われています。電子機器のコンデンサーですね。昔はセラミックで使われていたわけですが、まあ、こういう携帯電話ですとか、こういう PC ですとか、その辺にあるプロジェクターですとかの中に電池を電気を溜め込んでおいて、必要な時に放電するためのコンデンサーとして使われています。で、2つ目に聞き先ですけれども、一番適しているのが、JETA と言います、電子情報技術協会ですね。電子機器産業が作っているグループでして、そこに責任ある鉱物調達検討会というのがあります。そこが主な電子機器産業がよ、なんていうんですか、より集まってこの問題を解決するために話し合っている合議体として存在しますので、その責任ある鉱物調達検討会が一番全体の把握していると思います。実は10月に東京大学でその責任ある鉱物調達検討会の方に来ていただいてのこの上映と講演の会を開催したいと思っていまして、今日程調整などをちょっと交渉させていただいている状況です。はい、他いかがですか。じゃあそれでは少しちょっと予定の時間を過ぎておりますので、以上で、試写会とお二人のお話を終わりにしたいと思います。お二人には日本記者クラブから記念品を差し上げて、この会を終わりたいと思います。じゃあ拍手でお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。